はい、今回はピックアップガチャをやっていきたいと思います。で、今回はこちら。あれ、はいはい、こちらです。こちらのピックアップガチャ、世界5000万ダウンロード記念新ツムジミニーが登場ということで、こちらのピックアップガチャをやっていきたいと思います。はい、内容としてはジミニー1ピート1、そうピートが今回復刻、また復活してピートがゲットできるようです。で、あとはオラフ、白ウサギ、ダンボ、マリー、フランダー、セバスチャン、バンビとなっております。なので私が持っていないピートと、あとは新ツムジミニーを狙ってピックアップガチャやっていきたいと思います。はい、で、まあ、最大15回ですね。15回引けば必ずジミニーとピートがゲットできる感じになっています。ピートも欲しかったんです。なんかピートは結構コインが稼げるとかいう話を聞いた気がする。ピート欲しい。よし、それではやっていきたいと思います。コインは40万コイン用意してあります。なので13回引けます。なんで15回中13回引けるんで、さすがに出るでしょう。それではやっていきたいと思います。いきましょう。よーし、頼むぞ。いきましょう、ゴー。あれ、どれだろう。あ、ジミニー真ん中にいる。ピートもいるね。よし、ゴー。あ、おお、セバスチャンだ。まあ、ピックアップガチャは安心して引けますね。もう出るもんだって、必ず。でもできる限り早く出てほしい。頼む、来ちゃっていいよ。おお、来た。よし、よっしゃ、ピート来た。画面中央のツモをまとめて消すよ。そう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 、パンチですよね、パンチ。いいっすね、ペースいいっすね。これもう次でジミニー出しちゃいましょう。出しちゃおう。もう今回は最短の動画になりますね。最短動画、頼む、早く。うわ、びっくりした、来たかと思った。似てるわ、フランダー似てるよ。まあまあ、そんなうまくはいかないっす。大丈夫大丈夫、1/12引いてやる。1/12なんてもう簡単っすよ。1/12、もうスロットとかに比べればもう何でも簡単。1/12、うわ、あー、ダメだった。スロットとかに比べればね、1/12なんてもうほとんど当たってるようなもんすから。来い、11分の1、引き当てろ。来い、お、あ、来た。これ最短ですね、多分今までで。こ
これ今まで最短ですよ。ジミニー来た。降りてくるジミニーに沿って角を消すよ。どういう感じだろう。降りてくるジミニー、ジミニーに沿って角を消すよ。よし、じゃあもう引かない。はい、それではゲットした。どこだろう。ピート、ピート、これだ。ピートでプレイしていきたいと思います。画面中央の角をまとめて消すよ。そうですよね。よし、それではピートでプレイしてみたいと思います。ゴーシュ、やったー、結構早く出た、嬉しい。ピートはコイン稼ぎ、確かコイン稼ぎだと思うんだよな。にいいですよみたいな。溜まるの遅いのかな。来い。うわ、25個消えた。すげえ強い。何これ、スキル1でこんなに強いんだ。溜まりづらいのか、その代わり。ちょっと調べて貼っておきますね。何個必要なんだろう。結構やっぱ必要だよね。あんまたまんない。来た。うわ、すげえ。すげえな、これ。止まりづらいんだな、やっぱ2回だったもんな。コイン稼ぎ、いいかもしれない。でも500コインだからな。多分スキル上げれば、多分スキル発動が早くなる系のツムなんじゃないですかね、きっと。おそらく。はい、それでは続いてこちらジミニーやっていきたいと思います。降りてくるジミニーに沿ってツムを消すよ。はい、行きましょう。強いのかな。ジミニーって何のキャラ。ピノキオのキャラって書いてありましたね。でどうやらバッタ、バッタならしいっすよ、ジミニー。バッタって緑だっけ。あ、違う、バッタじゃない。コオロギだ、コオロギ。ちょっと今、話に夢中でスキル見てなかった。どんなんだった?いきます。はぁ、あ、はぁはぁ。降ってくるジミニーに沿って角を消すよ。なるほどね。まあ、そうか。そういうことか。まあ、溜まるの結構早いけど、なるほど。そんな強くなさそうな感じがしますね。今回は強くない系か。まあまあ
まあまあ、可愛いから。可愛いから。はい、というわけで今回はピックアップガチャをやってみました。今回は多分最短でゲットすることができました。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。今回の動画はいかがでしたか？コメント欄にご感想をお願いします。今後も動画投稿していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。